はい、ね、でもフライヤーが、はい、こうやってやって自分のところにも祝いて、ワイヤーで、はいね、巻かれるけども、はい、なんとか来て、はい、もう大丈夫かなと思って見たら外れって、なんかフライヤーそれ話して、一番悔やむ。ああ、本当です。外れたんだよ、もうこれやって。でも外れちゃったわけ。外れちゃったんですか。で、いなくなって、はい、もうレスキュー隊全部やったけど、はい、フライヤーももうそれは悲しそうにしてあ、ね、助けられなかった。マーさん、このレスチューブをいつもサーファーがつけていれば人を助けられますね。ああ、人を助けられる、はい、だからこんなちっちゃいもんだったら、はい、ぜひね、はい、サーファーの人はやっぱりね、はい、上手い人たちはつけてもらいたい、うん、で、やっぱりさ、ね、人を一人でも、はい、はい、いなせないで、はい、助けてればやっぱりサーフィンのブランドイメージもいいし、はい、そうですね、やっぱりこれからもう来年オリンピックにもね、はい、出るんだし、サーフィンが、はいはい、やっぱりなんとか社会の一般のテニスとか、はい、それからいろいろ野球とか、はい、いろいろサッカーとかあるでしょ、はい、そういうのとゴムに貼れるように、はい、やっぱりしてもらいたいよね、そうですね、サーフィンがね、自信を持って、はい、プライドとね、そういうマナーと、はい、で海をきれいにする、はい、そういうことをね、心がけてくれば、はいね、オリンピックだってずっと続くと思うよ。そうですね、はい、ありがとうございます。